白い悪魔は、イギリスの劇作家、ジョン・ウェブスターによるイギリスルネサンス演劇作品。1612年初頭に安城一座のレパートリーとして執筆された。同劇団によって、レッドブルシアターで行われた初演は、工業的に大失敗であったが、ウェブスター自身は、冬の最中に知性や感受性の乏しい観客の前で上演したのが、悪かったとこぼしている。 確かに複雑で洗練され風刺に満ちたこの復讐劇は単純で楽天的な2曲ばかりを上演していたこの劇団の演目としてはそぐわないものであった。1630年にコックピットシアターでヘンリエッタ女王一座によって再演された時には成功を収め、翌1631年には再版が刊行された。この作品のストーリーは 執筆より30年ほど前となる1585年12月22日に、イタリアのパドバで起きたビットリア・アッコ・ランボーに、殺害事件に基づいて構想されている。ウェブスターは、この、イタリアの道徳的腐敗を象徴する事件を題材と、することにより、同時代のイギリス、とりわけ宮廷の政治的、倫理的大敗を描き出そうという意図を抱いていた。白い悪魔という題名は、 同時代によく知られていた白い悪魔は黒い奴よりなお悪いということわざを引用したものである。擬曲全体は自分自身を潔白で純粋な善人と称する人の自己認識と現実の人となりとがいかにかけ離れているかということをテーマとしている。ロドビーコ伯爵は宝刀と殺人の都がでローマから追放されていた。伯爵の友人は その判決が撤回されるよう働きかけると約束する。その頃、ブラキアーノ公爵は身分は高いが貧しいベニスの家庭に生まれた婦ヴビットリアに対して激しい愛情を抱いていたが、二人ともすでに結婚している身であった。ビットリアの兄でブラキアーノ公爵の秘書でもあるフラミーネオは自分の立身出世のために妹と公爵を結びつけようと画策していたが、この計画は ブラキアーノ公爵の妻イザベラが兄と数奇教に伴われて到着したことによって失敗する。イザベラたちはブラキアーノ公爵が浮気をしているという噂を聞きつけて憤慨し公爵に問いただそうとするが、それよりも早く公爵とフラミーネオはビットリアの夫とイザベラを亡き者にするための策を張り巡らせていた。ビットリアは容疑者となり、 具体的な証拠は何一つなかったにもかかわらず、有罪判決を受け、数奇教によって改修した娼婦のための修道院へ入れられる。一方、フラミーネオは狂気を装うことで権威を免れた。ロドビーコ伯爵は追放処分を解かれ、ローマへ帰還した。イザベラに密かな思いを寄せていた、ロドビーコ伯爵は恨みを晴らすことを誓い、イザベラの兄フランシスコも復讐をくわがてる。 ロドビーコは、ビットリアにあてた恋文を書き送り、ブラキアーノの目に入れさせる。これを読んだブラキアーノは、嫉妬に駆られ、ビットリアと駆け落ちしようとする。その頃ビットリアを修道院送りにした、数奇教は法に選出され、最初の仕事として、ビットリアとブラキアーノ公爵を破門した。結婚して、パドバに教を構えたビットリアのブラキアーノ公爵のもとへ、三人の、 謎めいた訪問者が、公爵に仕えるためにやってくる。これは、ムーア人に変装したフランシスコと、カプチン修道会始に変装したロドビーコとがスパーロ、であり、いずれも、復讐のために二人を追ってきたのである。手始めに三人は、ブラキアーの公爵を毒殺し、絶命間際の公爵に正体を明かした。ビットリアに仕える、ムーア人のメイドは、フランシスコの変装を見て、 同郷の人物と勘違いして、恋に落ち、イザベラたちの殺害に、フラミーネオが関わっていることを打ち明ける。屋敷を追われたフラミーネオは、自分の罪が発覚したことを悟り、ビットリアの元へ行って二人で侵入するしかないと、説得するが、互いに騙し合っているうちに、その気を逃す。ロドビーコとがスパーロは二人を殺して、復讐劇を終える。ありがとうございます。